デレトビズニューヨークにあるとある宝石店の入り口に立つ不審な男すると黒ずくめのマスク姿の3人が走って店に入ります 店内に入ると3人はハンマーで陳列ケースを叩き割り宝石をトレーごと袋にわずか30秒ほどで215万ドルおよそ2億9000万円相当の宝石を盗みましたニューヨーク市警は強盗事件として捜査していて 最大3500ドルの懸賞金をかけ容疑者についての情報提供を呼びかけています。